やっとです。やっと届きました、洋服の福袋。いや、これですよ、年始の発送って書いてあったんですよ、今日、11日です。遅くない？まだギリ年始なのかもしれない。ギリ？というわけで、やっとね、年末に買ってた福袋届いたので、開封したいと思います。お願いします。はい、でね、どこの買ったかと言いますと、去年買ったとこと同じです。何てところ2017年福袋ワンデイ KMC 麺ですね。僕これ去年買った理由が、ワンピースのワンデイっていう曲が好きだからなんですよ。そこ理由？そこ理由、そこ。いや、もちろんちゃんと選んだけどもちろんちゃんと服の感じも選んだけど、それもあってこれ買ったんですよ。去年ですね、その好きな曲のね、ワンデイという曲、触れないでおこう。いったいった。年末の福袋のその買うの大変なんだよね。すぐ売り切れちゃうから。だから、もう発売って言った瞬間、僕ゾゾタウンで、はいはいはい、とりあえず、去年分かってんの、はいはいはい、とりあえずこれまず買ったんですよ。あ、これね。そうそう。で、他も選ぼうと思ったらもうすぐ売り切れちゃって、今回これしか買えなかった。早速開けましょう。じゃあ、行こう、行きまーす。はい。3。おお、デニムシャツかな。デニムシャツ。あ、去年も確かシャツが入ってたけど、さすがに去年のとは違う。俺去年のと一緒だったらどうしようと思いながら、ちょっと買った。でもこんなの入ってなかった？ちょっと似てるの入ったけど、色は僕はこのなんつうの、このちょっとなんかさ、グリーンっぽいのが入ってるのは僕持ってないんで、これはよかった。この服は9000円って書いてある。もうほぼ制覇したじゃん。もうほぼ制覇。まあでも福袋ってそういうもんだからね。あ、そうなの。そうそう、だからみんな買うんですよ。あ、そうなの。そうそうそう。そこ知らない人いるの？いや、知らない。あ、そうなの？じゃあね。いや、じゃなきゃ買わねえの。あ、そうなの。いきます、2つ目。はーい。バン。お、ニットだ。お、セーター。ニットで、ニットって言え。え、セーターじゃないの？これの聞いた話だと、セーターをセーターって言う人はもうおじさんだし。でもセーターでしょ？ニットです。お前だっても結構辛い辛い思いしニットって言ってんだろ。俺も歯がゆいです。言うてもセーターって言ってるからね。セーターって言いたい。俺もセーターって言いたい、本当は。じゃあほら、ニットセーターじゃないですか。ニットセーター、ニットセーターってもうニットニットでセーターセーターって言ってるでしょ。だからあ、この色いいかも。俺持ってない。グレーや。しかもグレーなんだけど、丸首のね、僕グレー持ってなかったから。だえーまーなグリーと、それグレー。それ北海道出身のロックグループ。あ、半袖なの。え、何これ、どうやって着るのこれ。おしゃれー。しかも丈結構短いんだけど。やべえ、俺これ着こなせる自信早くもないよ。一応これは元に8500円です。おお、もう元取れたじゃん。もうだから、すごいな、袋が。なんでそんなに、そういうもんだから。だからみんな買うんだよ。あ、そうなの。このくだりこれでもやったよ。なんで2回同じ商品で同じくだりやるの。いくよ。やるな。やりすぎだ。ちっちゃいのいこうか。いきます、3つ目。バン。おおお、これこそニット帽か。俺がニットってんだよ、お前。帽子だ。俺がニット帽だよ、ほら。え、待って、これおしゃれすぎない？ちょっと、ちょっと待って、おしゃれすぎない、これ。え、ちょっとかぶっていい、これ。これいけるかな。これ結構ハードル高いよ。ハードル高いよ、これ。これはハードル高い。なんかロシアのあれみたい。コサクダンス。誰がロシア人？これは難しいね。誰がロシア人？これ女性が被るやつだよね。これ、え、メンズだよね、これ。メンズだよ。おねえ。おねえじゃねえよ。おねえじゃねえよ。これ待って、これは、4200円。4200円。もう合計2万超えちゃったよ。もう超えてるよ。いきまーす、4つ目。はい。あ、これでかい。バン。お、なんだ？なんだこれ。なんか派手だな。何これ、座布団。いや、なんで座布団入ってる。なんか柄が座布団。座布団言うの。これから俺着るかもしれない。座布団言う。あ、パーカー。あ、パーカーだ。派手やな、これ。絨毯みたいだね。絨毯言うな。俺がこれから着る可能性があるパーカーを絨毯って言うな。あ、でかい。一応これ9000円らしいです。次行きます、5点目。こちらです。ポン。なんだこれ。あ、アウターだ。コート。コートだ。ジャンパーね。ジャンバーも、ごめん、おじさんだわ。俺ジャンバーも卒業したから。アウターね。うわ、これすげえモフモフ。ああ、コートだ。コート、これは一応1万2000円です。もうこれだけで福袋。そうそうそう。え、すげえお得じゃん。そう、そういうもんです。いいな、福袋って。初めて気づいたの。それ買ったことないけど。買ったことない。次ラストです。6点目、こちらです。バン。
あ、T シャツだ。まあこれ普通の T シャツだね。でも薄め、割と生地は。はい、以上です。あれちょっと待って、俺個人的にはちょっと全然思ってるのと違った。何が欲しかった？去年は割と綺麗めだったんですね。綺麗めのコートとか、綺麗めのニットとか。これも綺麗じゃん。いやこれもロシアンやん。ロシアンやん、これ綺麗じゃん、これ。いや綺麗じゃん、汚いの入ってない。お前の綺麗か汚いみたいな感じで言うのやめろよ。綺麗は綺麗、当たり前で新品なんだから。綺麗め、いやカジュアルめ、綺麗めで、俺は結構去年買ったら綺麗めなのが多かったんですけど。いやこれ結構派手じゃん。でも着方によっては綺麗になるでしょ。綺麗マジでいけるでしょ。これ俺いけるか。いけるよ。ちょっとまあ着てみようか。ね、着てみよう。いいですか。はーい。いや、ロシアの絵描きか。ロシアの絵描きじゃねえかよ。いるだろ、こういう人、こうやっている、こうやって描いてる人。あ、いるよ、それ。でもなんで俺、ロシアの絵描きなりきりセットを買ったりとかって。これは良くない？意外と。あ、それいいじゃん。そう、あの、多分これやっぱハードル高いよ。うん、これだって、これ、これまあいいじゃん。これまだマシじゃない？別にいけると思う。意外と普通でしょ。いける、いける。これ被るよ。いや、絵描きやんか。帽子いらないな。帽子なしにして。これむずいよ。この帽子どうやって使うの、これ。もう絵描きだもん、こうしちゃうと。いや、絵描いてますよみたいな。いや、だからそれはもう1個超えればおしゃれになるんだよ。だから超えらんね。いるじゃん、こういう人でも。いるね。で、そのハードルを本当ですよね。もうマインドブロックをぶっ壊して、そうそう、もうそれ被る人いるじゃん。もう絵描きにはならずにちゃんとなる。そう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 。俺がやった場合もう絵描きだ。君が絵描きさんだから。これどうやって着んの、教えてみんな。こういうカバン。カバンじゃねえだろ。いや、俺使いにくいだろ、それ。ポケットみたいな、ドラえもんのポケットみたいな。なんか、そんなわけない。俺がじゃないと使えないよ。このニットが着方合ってるばかり。これ合ってる。これ合ってる。このニットどう着るの。確かに合ってるかはちょっとわからない。わかんないよね。ちょっと教えてみんな、なんかおしゃれな人教えて。合ってるの。値札ついてたね。そうそう、値札ついてまだ取ってねえから。じゃあちょっとパーカー着たんで、いきます。はい。パーカーこんな感じです。いや、絨毯柄ヤンキーやん。絨毯柄ヤンキー。絨毯柄ヤンキーやん。何回言うんだよ。どうですか、これ。なんかヤンキーみたいじゃん。いや、でも…てか、若者っぽいよね。これどう？いる、いる、いる。どうなの、これ。いるよ、でもこういう人。ちょっとそこまで…で、あの、ブーツとか履いてる人いない？これ、格好に。あ、ほんと？なんかあの、は、なんかこういうブーツある、なんか。ちょっとわかんない。なんかこういうブーツ高いやつ、こういうなんつうのブーツ、こういうブーツ。いやいや、ブーツは大抵こうだよ。こうやってここに履くブーツね。大抵こうだよ、ブーツ。それそれそれ、そういう履いてはなんかいそうだよ、そういう人。あ、そう。部屋着超おしゃれだって。俺なかなかちょっとこれ外で着る勇気ないな。どう、みんな、みんな書いて。それでいいじゃん。絨毯柄ヤンキーやんだから、これ。帽子かぶってじゃん。え、帽子、帽子これ。うん。絨毯柄ヤンキー絵描き。絨毯柄ヤンキー絵描きやん。まあいそうだよ、でもいそういそう。あの、橋の上でさ、雑貨とか売ってそうだもん、座って。そう、なんだその君のマイナーな職業例え。あ、小さい椅子に座ってさ、こうやって売ってる人いるじゃん。知らん。あれあれ。いやいや、あれだよ。いやいや、いるこんな人。いるいるいる。え、これ逆にこれ着れんのかな。あ、その上に？さっきこの下にシャツ着てたやつは、なんかシャツ出てるとなんか変だったんで、シャツは脱いだんですよ。あ、いけんじゃないの。絨毯柄ロシアンヤンキー絵描き。長いな。絨毯柄ロシアンヤンキー絵描きやん、これ。これどうなの。あ、でもありか。でもありだと思うよ。いるでしょ、確かに。確かにいるな。いるでしょ、こういう人。急に俺じゃなくなってる感もあるけど、確かにこういう人いるわ。いるでしょ。むっちゃオシャレでこういう人いるわ。いるいる。で、ブーツ履いてね。あ、履いてそう、履いてそう。でっかいね。絨毯柄ロシアンヤンキー絵描きだけど、確かにいるわ、こういう人。美大生とか。あ、一緒。いい例えだった、美大生。それでみんなの前とか行こうよ。これで絨毯柄ロシアンヤンキー絵描きで。それで行こう。それ、これでファンミやる。やろうやろう。絨毯柄ロシアンヤンキー絵描きのファンミ行く。それでやろう、それでやろう。で、多分思ったのは、多分俺にはハードルが高いから、一品ずつだったら多分使えると思う。こうやって合体、連携合体、ガシャンってしちゃうとロシアンヤンキー絵描きになっちゃうけど。帽子だけだよ、だからきついの。これだけ。それなきゃいけると思うよ。あ、本当。
これ帽子だよ、帽子。帽子なに帽子が合わないんだよ。でもまあありっちゃありと思うよ、帽子なしで。これ、うん、この格好、うん、もしくは帽子変えるとかね。ああ、普通の帽子にすれば、ね、普通にニット帽とかね。そうそうそう。あ、普通にニット帽だったらね、割といけんじゃないですか。いけそうじゃん。はい、というわけでね、あの絨毯柄ロシアンヤンキー絵描きになれるね、変身セット買ってみたでございました。皆さんもよかったらね、買ってみてください。でも本当に割と多分ね、おのおのだったら逆に今まで持ってない服だから、ちょくちょく多分アクセントで着れると思う。茶色とかはね。そう、特にこれ普通に着れると思う。明るめの茶色とかじゃないですか。そう、持ってなかったから、こういうの今度着てみたいと思う。耳ずったもんね、今まで、うん、はい、そんな感じでございました。今日も見てくれてありがとう。ぜひぜひチャンネル登録お願いします。明日も楽しもう。またね。ちなみに絵は下手です。